ていうかこれさ、何これ、よくわかんない。今日は久しぶりに、あらららら、気まぐれコーヒーで押したいと思うんですけど、今日はこれ、今日は縦なんだね。あ、ごめんなさいね、今日 iPhone でやってる、あの台がないので、スマジャバでございます。もう勝手に、そう、勝手に入れちゃうの私。でね、84g とかちょっと中途半端だったんで、5杯出しにしようかなと。本当はさ、あれ、あの鈴影なんちゃらもやりたかったんだけど、残ってるやつをこの間あの飲んじゃったので、それはできないこと、できないんですよ。ほんのちょっとしか残ってなかった。でこれ穴掘ってきます。いや50だけ残してあったんですよ、きっちり鈴影をね。だけどこの間あのほら悟空さんが来た時にお出ししたじゃない、はいはいはい、それでなくなっちゃったで、もう無理なのね。なるほど。じゃあ入れてきます。はい、あ、閉まった。どうしました。深く掘らんでもよかった。で一応蓋をして5分にしますよ。多分5分いらないとは思うんですけど、5分にします。なんで、ほうほう、おそらく5分いらないと思うんだよね、今の感じからすると。なるほど。コーヒー豆は不安では来たじゃん。いやーもうね、ちょっと厳しい感じでしたね。なんとかその中東が終わるときに平らになるべくしたいんですよ、私的には。なので平らになるようにちょっと最初の中東で結構お湯かけました。お湯かけました。かけすぎかな、ちょっと最近多いんですよね、量が。125ぐらいまでかけに下落ちてるもんね、多いよね。 80cc とか 70cc ぐらいにならないと本当はあれなんだよね、量が多いと思うんですよ。抽出する量がかなり減るというか、です。でこれねずっと飲みたかったんですよ。でそっちに行ったりとかこっちに帰ってきたりとかもバタバタしてて全然飲めなくて、やっとって感じです。
なのに。はい。スマジャマも絶賛発売中でございますので、よければフレーバーの通販サイトより、はい、お求めいただけます。はい、お求めいただけます。はい、あのスマトラの豆とザワとバリとそれぞれあれだったじゃないですか、入ってるじゃないですか。でバリのナチュラルも気になるし、スマトラのタノバタックもすごく気になる豆で、それをブレンドされてるということでどういう感じになってるのかなと気になってはいたんですよ。まあ気になってる方はまあ飲んでみるがいい。そう、ただねちょっと私的にはこう引いた時に黒かったんで、私は難しい、私的には無理かなっていう気がしてきてるんですけどじゃあ松屋じゃないと多分飲めないだろうなっていう感じはしてます。深いのがあの分からない人なので。なるほどね。うん、結構黒かった感じはあります。ただ深いのが好きな人にとっては面白い豆なんじゃないかなと思うんだけどな。まあだいたいバリのナチュラルっていうのもあまり聞かないですからね。まあだけどそういうことを知ってる人が飲んでもらいたい感じですよね。うん。あのハニーみたいなことが、あのハニー先生みたいなのがもう 2,3 年ぐらい前からそのいわゆるあのスマトラのアチェとかのあの辺、うん、で始まってるのは知ってたんだけど、バリ島のナチュラルっていうのは聞いたことがなくて、うん、まあやっぱナチュラルブームですよ。ナチュラルブームってのは変だけど、世の中的にはそんな気がします。結局あれなんですね、個性があるのが今やっぱり評価されるってことでいいのかな。いやー単純に個性というだけじゃないとは思うんですけどね。でこれでこれでナチュラルがいっぱいいろんなところで生成されるようになると、どれがうまいまずいっていうのがだんだん出てくるじゃないですか。なので一概になんつうんですかね、一概には言えないと思うんですよ。その、うん、ナチュール個性がありゃいいっていう状態、ただまあ新しいものを求めますよね、うんうん、入れてきます。綺麗に通こんなもんかな。
あでこれで600まで埋めます。今日は暑かったですか？もうだって30度超えですか。そうです、30度超えてたの。まだ5月なんですけどね。ねえ、こんな感じです。ああ。これですね。ちょっとどんな感じなのかなと。ですね。じゃあこれを飲んでみたい。ホットですよ。これ甘いよ。私でも飲める。あのね、もっとね、あの引いた時は黒々としてて、香りからももしかするとすごい苦いんじゃないかなっていう予想してたわけですよ。飲めなかったら。カフェオレにしちゃおうかなと思ってたんですけど、意外とねそこまでね、あの松屋で入れると苦くなくて、どちらかというと甘さが引き立ってまして、あのね、インドネシアじゃないみたい。きれい、おいしい。これは、ナチュラルなのかな、それとも入りが深くて甘さが出てるのか、ちょっとそこまで判断つかないですけど、とにかく甘いです。甘いなっていうのと、あとマンデリンっていうか、そのインドネシアの野生的な感じっていうよりはものすごく上品で、インドネシアって言われないと下手すると普通の人が飲んだらわからないんじゃないかなって思う感じ、です。これは美味しい。今日はこれに食べ合わせみたいなものはない、ないの？何にもない。だって今うち食べるものが今ない、実は。あ、そうなんだ。はい、あのね、ご飯すらない。あらま。あの断食？断食っていうわけではないんですけど、あのまたすぐ行ったり来たりになるじゃないですか。当分いることが分かってるんだったらご飯も炊くんだけど、生ゴミ出たりとかするのがちょっと嫌で。あ、なるほどね。はい、で、あ、今日初コメント池上さん。こんばんは、コーヒー届きました。あ、ありがとうございました。どうですかね、モーカフェスの方は。でもこれね、すごい美味しいよ、本当に。冗談抜きで、こうお世辞抜きでね、あのインドネシアの中ではすごい上等なものだと思うんだよね、私これ。うん、あの買わなきゃ損だような気がするんだけどな。あ、すごいね。これは美味しい、本当に。あのマンデリンのなんか力強い深入りの野生的な感じではないので、それをかそれを持ってる人だと違うけど、
上品で甘くて美味しいです。もうそれに尽きる。だってインドネシアっぽくないもん。あら、うん、深いから消えてる？そんなことないよね。だって私多分フレーバーのマンデリンを深くいったとしても、うん、マンデリンらしさってわかると思うんですよ、うん、そういうのはみじんも感じさせない。あ、うん、あ、池上さんモカフェス超うますぎ倒れちゃいます、やばいです。本当ですか、ありがとうございます。そんなに言ってもらえると嬉しいな。もっとおまけつけちゃえばよかったかな。ありがとうございます。まあそんな感じですよ。スマジャバ、うん、これねマニアを飲むべきだと思うよ私。いやマニアのためにあいつねアピールしないからね。そうだからさ、その PDF を3個ちょうだいよって言ってるじゃないですか。はいはい、で私作ろうかなと思ってて。はい、了解。言っちゃっていいんだったら今言うけど、言わなくていいんだったら言わない方がいいけど。はい、どっちがいいんですかね。言っていいと思います。言っていいの？PDF に関しては僕は忘れてました。あ、そうじゃなくてその販売の話言っちゃっていいの？ああ、いいんじゃない？セット販売の話よ。あ、セット販売いいんじゃないですかね。うん、いいんですか？あ、いいですよ。このスマジャバなんですけど、はいはい、今ちょっと考えてるのは私の方じゃないよ、玉木の方ではなくて、うん、フレーバーコーヒーとして、うん、今あるほぼブラジルと、うん、スマジャバと、うんうんうん、この間の鈴加減なんちゃらブレンド、うんうん、各 100g のセットにして販売しようかなっていう企画があるのよね、フレーバーの方で。うん、なので、はい、まあそれでもいいですし、スマジャバだけをお買い求めいただいてもいいとは思うんですけど、うん、これはとにかくおすすめで、鈴影も私飲んだ感じだとやっぱり綺麗なサンイルガチェフェの香り立ちは非常に良かったんで、あれもいいと思いますね。ほぼブラジルはまあ中川さん嫌うかもしれないけどハンネップで焙煎しただけあって、はいはいはい、クリアなテイストには仕上がってるので、それはそれでまた美味しいかなと。あ、ちなみに、はい、池上さんのあれですが、はい、グチしか飲んでないけど嫁も美味しいって言ってました。はい、はい、ああ良かったです。北人さんの風景なんか楽しみです。はい、池上さんでした。あ、なんかねグジをね褒められるのは私嬉しいです。実はね酸っぱいの苦手な方多いじゃないですか、酸味が苦手っていう方が多くて、はいはいはい、でグジはなるべく色を深めに持ってってるけど酸が消えないようにあの中では浅めの焙煎なんですよ、モカフェスの4種類の中では。はいはいはい、中入りっていうか、うん、なのでやっぱ酸味が苦手な方にとってはちょっと酸が強いかなっていう感じの商品に仕上がってるので、うん、本当はね、酸味って強くても美味しい酸味はを知らない方の方が多くて酸味が嫌いって言ってる方も多分多いと思うんですよ、世の中、うん、なのでグジを評価してもらえるのは私の中では非常に嬉しいんですよ。なるほど、はい、ということでなんか全然話は飛んじゃいましたが、このスマジャマ、インドネシアらしからぬ上品なテイストに仕上がってるスマジャバと鈴影とほぼブラジル、はい、のセットが近日に販売になるかもよっていうところで、はい、
今日は終わりにしたいと思います。これ美味しい、私このまま多分飲めるのでブラックのままいきたいと思います。はい、カフェオレにしなくても大丈夫そうな感じなので、はい、ということで今日はこれでおしまい。はい、ということでこれでおしまいにしたいと思います。おやすみなさい。はい、お疲れさんです。